2019年創立130周年を迎える日本大学は16学部を持つ世界有数の総合大学です。130年の輝きとともに未来を作る日本大学。これからの時代、お年寄りが増えてきます。赤ちゃんを望む方もたくさん増えてくると思います。自分がこの薬を飲んでいいんだろうか心配になると思うんですね。そういった方々のそばに寄り添って安心を提供できる、そんな薬剤師を作っていきたい。それが日本大学の思いです。薬は大切です。薬はうちの母みたいな難病な人でもそういう作用によって助けになると思うので大切だと思いました。少しでも飲む薬を減らすようなパターンを探してあげたりとか、楽になるようなサポートをしてあげられるかなと思って、薬剤師になればそのような知識がつくので少しでも助けになれると思い、はい、志望しました。入学するきっかけ、未来への思いは確かに一人一人違います。そんな君たちへ日本大学は絆を送ります。歴史と伝統が育んだ114万人の絆、それは未来に生きる君たちの人生の支えとなる絆です。学生卒業生一人一人が日本大学の誇りです。自主創造日本大学。